なるほど。力って言われるとちょっとピンとこないというか、力はまあ別にいいかなみたいな風によく思ってて、まあ、よくこういう活動してるとね、子どもの想像力を育むとか、子どもの生きる力を育むとかっていうことを目指してるんですかみたいなことを聞かれることは結構あるんですけど、正直どうでもいいというか、そんなことじゃないような気がしていて、なんかそう、力じゃないんだよなっていつも思うんです。で、ここで僕が伝えてることないしは、子供を通して、まあ、子供たちにもそうだし、子供を通して大人にもそうだし、体で感じてほしいなって思うことは、まあ、大丈夫だよと。なんだってなるようになるし、なんだって楽しめるし、とりあえずそのままでいいし、ほっときゃいいんじゃないの、やりたいようにやりゃいいんじゃないの、感じるようにやりゃいいんじゃないの、なんだって大丈夫なんだ、リラックスすればいいんだっていうことが伝わればいいかなと思って、ラッパがよくやってます。自分の子供たち、うん、と接するときに大切にしているポイントって何かありますか？自分の子供たちと接するときに大切にしているポイント僕が楽しいかどうかっていうことを大事にしてますね僕がやっぱ、それは自分の子育ての反省なんだけれども、まあ東京に住んでて、東京でサラリーマンやって、週末だけ公園で子育てをするみたいな時期が長男が3歳、4歳ぐらいまであったんですけど、その頃は子供との時間がつまらなくてしょうがなかった。公園行って滑り台やって、滑り台をひたすら何回も滑り台になるみたいな。今でこそよそのお子さんのそういうのって愛おしいって思えるんだけど、まあ、自分に余裕がなかったのか、なんでこいつは何回も何回も同じことやってんだみたいな。俺はもう飽きたみたいな感じでした。で、まあ、子供の写真だけ撮って子育て中みたいな風にだけして、でもその本音は全然子供との時間を過ごしてなかったっていうのが当時の僕だなと思ってて、それがそれこそ今の活動の原点なんですけど、なんていうか、自分が人として子供との時間を心の底から、体の底から楽しんでれば、それって子供とも伝わるし、で親子とかっていう話ではなくって、人と人としての関係が子供と気づけるよと思うから、まあ、そう、自分自身が楽しむ、ないしは自分自身が怒るときは自分自身が怒る、常にその自分自身でいる、自分自身で子供と向き合う、うまくいかないこともうまくいくことも嫌な部分もなるべくこう対等に見せていくっていうことがベースとしてやり取りしていくっていうことができたらいいなって思ってます。